てくれた。チャランチャランチャラン、なんかファイナルみたいなのが見えるよ。なんて書いてあるこれ。おめおめ字をさ、書こうと思ったわけ。そしたらさ、2種類出てくるやつだったわけ、あのペンみたいのじゃなくて、で、可愛くおめでとうって書こうと思ったわけ。退院おめでとうと手術成功おめでとうさ、おめって頑張って書いて、うちやめたよ、おめって書いて、可愛くないこれと思ってからさ、せっかく美味しそうなケーキが台無しと思ってからさ、やめた。途中でやめた。何かが起きたこの。でも心は通じている。通じているよ、それだけで十分って。ポンデライオン、ゴッホのひまわり。今度から丸いケーキも作れる。手作りさあどうかな、お味は、食べる食べる。ケーキに言うとじゃんじゃんじゃじゃん、めっちゃずっしりしてる感があるよ。ズンボ、ズンボテスト下見て、このクラッカーとかビスケットって書いてあったけど、これが何のビスケットが当てられたらすごいと思って。シリアル、グラノーラ。あ、すごい取れた、あ、すごい見て、きれい、すごい、あ、予想以上にできなんか綺麗かもしれない。感動した自分で。ステンレスみたいなのじゃなくて、あの何回も使えるのじゃなくて、紙が丸くて美味しそうじゃない、なんか知らんけど、すごいってよ、ずっしりしてらっしゃるってよ。食べましょう、乾杯。熱い、感動してる。これで美味しかったらすごいと思って。見て、しっとりしてるよ。チーズケーキだね。すごい、家で作れる。ガトーショコラとチーズケーキを我が家マスターした。レシピでビスケットって書いてあるの見て、あ、そこはこれ買おうと思った。マリー、マンナ、同じじゃない。リッツ、リッツは合わないんじゃない？あんまり甘くないね。お砂糖もっと入れてもよかったのかな。書いてるのよりちょっとは多いと思う。私が好きなサブレ、ココナッツサブレ、ピンポン。うまい、すごい、うまい、ね、やったー、すごい、わらわわ、満足じゃん、満足じゃん。できる気がしなかったって、多分失敗するんだろうなと思ったって。そしたら蓋開けてみてびっくり。この G が意味がわからないけど、あとは全部いいと思って。一晩寝かした明日のチーズケーキも楽しみ。明日楽しみ。プライバシーのシーン、モザイクかける。どこに？全体的に。何も見えないって。そしたら抜歯してるシーンを撮った。ホワイトデート抜歯の動画が一つの動画っておかしくない？多分それは良くないと思うから別がいいんじゃないかな。美味しい食べ物食べてる時にさ、もう40近いおじさんのさ、たるんだ体と乳首アップ見てもバットしか来ない、これしか来ない気がするって。今日さ、会社でさ、お昼ご飯食べてからさ、久しぶりに会った人がいてからさ、この人の息子、もう成人してる息子のさ、ホワイトデーってからお母さんにケーキ作ってくれた。大人の人がお母さんに手作りする。この四角の方のブラウニーって言ったかな、これ作ってからさ、それを会社に持ってきてからさ、切ってからさ、もらった。世の中、メンズもケーキを作り始めている。いいね、心温まるストーリーだった。手作りはやっぱり心がこもっている、ほっこりするお話だった。来月何の記念日でしょうか？来月はもう全米がびっくりする。全米、4年、とうとう付き合って4年を迎える時が来た。クリスマスにいただいたランチに行こうかな、デート、お祝い。世の中たちは
ちゃんとディナーの予約を取っていってるかもしれない。ただけんで。ただけんで。ランチ、ランチこうしてる。では皆さんも良いホワイトデーを過ごせてますように。過ごせてますように。今日は何ともない動画だった。ほんわかにも程がある。うん。ただの日常だった。でも頑張ったんで。ということで。バイバーイ。バイバーイ。